岩桜は桜草か桜草族に分類される多年草の一種。葉は計3から7センチメートルの円形で、円は不揃いの巨子形状である。高さ5から10センチメートルほどの家系を伸ばし、1から5個の花を3型に付ける。花弁は5枚に分かれ、高子色で中央の花のどぶは黄色、計2.5から3センチメートル。開花時期は4から5月。 別名は、土砂桜。石灰岩の隙間に生える岩桜日本の固有種であり、岐阜県と紀伊半島、四国、九州の丘陵帯上部から山地帯の樹林に分布する。石灰岩の岩の隙間などに生える。沢沿いの岩壁の隙間などにも生える。岐阜県の旧山形郡宮山町の町の花であった。山形市では、洞窟による絶滅が危惧されていて、 2003年4月1日に山形市岩桜保護条例が制定された。山形市の船伏山、鈴鹿山脈の鎌が竹、宮崎県のワニツカ山などに自生している。純絶滅器具日本では環境省によりレッドリストの純絶滅器具の指定を受けている。総計約900個体と推定されていて2007年以前は 絶滅危惧 IB 類の指定を受けていた。洞窟など園芸用の採集が減少の主要因であり、森林伐採、道路工事の影響も原因と考えられている。各都道府県で以下のレッドリストの指定を受けている。ありがとうございます。